YouTube アイムです。まあ、Sims 4 Play 続きやっていきたいなと思います。マロちゃんとですね、どんどんちょっと親密になっていきたいと思うので、マロちゃんじゃないわ。マロちゃんはおかんだって、梅子と親密になっていきたいと思うので、なんだっけな。なんか急に忘れたぞ。急に言いたいこと吹っ飛んだよ、もう。これね、アイムの頭がね、ポンコツだから、よくあることなんだけど、デートしていきたいなと思います。まあ、今日かわかんないですけど、今日、仕事帰りとかにおデートしようかな。9時でしょ、仕事終わんの。2時までに。2時までにおデートすればいいのか。なるほど。今日おデートできんのかな？おデートしよう。よし。で、食べ物ですね、どうした？あ、食べ物ちょうどいいんだけど、招き入れてこう。有効って、招き入れてこう。食べ物ね、今作ろうとしてたのよ。余った食べ物をね、こうやってね、島の人たちはですね、置いてってくれるんですよ。しかも床にね、床に置いてってくれるの。どういうことって。ねえ、どういうこと？しかも、なんで仲悪いの？なんかやったの？全然知らんうちに。ねえ。いいですね、マロちゃん。落ち着く、安定のマロちゃんですね。ありがとう。食べ物が必要かなと思って寄ってみたんだ。もうめっちゃ必要だった。作ろうと思ってたもん。これを、ビヨーンってこうやって、冷蔵庫に持ってく。やっぱなんか作ってもらおうかな、マロちゃんに。ハバデザルってなんかありますね。なんか、あれ、ハンバーガーあったんだ。作ってたの忘れてたな。ビヨーンってこう行って、どうしようかな。食べ物を食べる。どうしよう。どれにしようかな。どうしようか。どうしよう。ヘイドゥー。急にスイッチ入るよね、アイムね。急にスイッチ入る。ツナの消せロールダーミア。で、いやでもなんかダイエットもしたいんじゃない？ダイエットしたい。ダイエットがしたいとき、そんなあなた、このですね、ダイエットテイストっていうやつを作ることによって、作ることにっていうか、これ食べることによって痩せる。なんて素晴らしい。アイスクリームなんだ、みたいな。おかんはですね、ツナのキャッセロールを作っています。ただいま、ツナのキャッセロールを作っております。はい。できた。1個だったの？なんかパーティーサイズ作ったと思ったら1個でしたね。これじゃあ、うんたろう食べよう。待って。これ食べて、で、飲み物飲みたい。あ、別、まあ、いいか、ビールで。ビール。ただいま、ダイエットテイスト作っております。いや、なんか最近ちょっとマルちゃんぽっちゃりしたかな、みたいな。そんな食べさせたかな、みたいな。食べてた？まあね、多分マルちゃん太りやすいんですよね。やっぱあの体型を維持するには、これを食べていくしかない。これを食べながら、どうする？ねえ、マルちゃん。これ食べながら、どうする、マルちゃん。ねまだ美味しいですか？この人女性ですよね、多分。オリアナって、ガンダオリアナ、素晴らしい特徴的な名前。ここにアイス置いて、どうしようかな。デコレーションセットしていきましょう。ミントの葉をつけて、トッピングはですね、なんと、ダイエットなのにチョコスプレーかけちゃうみたいな。コーンにもろ。あげクレーンみたいな。あげるからちょっと待って。ダイエットテイストでも食べて。いいですね。はいですね。こうみんなでね、だんだんに食べてるんですけど、全然会話なしみたいな。会話なしみたいな。うんたろうは片付ける。テーブルにあるものを片付ける。いい息子。やっぱ体つきいい感じになりましたね。イケメンだわ。イケメンだ。映画見てんのか。
どこ行くの、まるちゃん。集中モード入りましたね、映画の。映画の集中モード入りましたね。なんか、店開いたまんまだけど、ちょっとここに移動していただいて、で、いや、別に移動しなくていいか。あ、出かけられないんだ、今。なんか、こういう感じの、なんか、あれやってるから。じゃあもう、早めに終了しましょう。やってまいりましたー。てか、バリスタ飲み物注文しよう。店内で。バリスタのおすすめのも。こんな感じで。いかが？かっこいいじゃない？コーヒーを頼んでみるみたいな。そう、ライジングスターなの忘れてたな。一応有名人みたいな。あ、あれしよう。貝殻を漁って、売ろう。梅子いないですね。あ、どこ行くの？外で飲むの？おしゃれだね。いいね。おしゃれだよ。あ、いいですね。あ、いい、いい、いい。絵になる。絵になる、なる。スポーツマンの休日みたいな。あ、なんか化石みたいなのありますね。これ掘ってきましょう。これ掘って他ないのかな？見つけた。これも掘って。こんなとこにもありますね。掘ろう。はい、掘っていきたいと思います。これを売って、ちょっと知名度上げようかな、みたいな。で、マロちゃんもここに呼びたいですね。もう、でも7時にならないと、なんで起こしたのみたいな感じで怒られちゃうので、ちょっと7時まで待ってみたいなと思います。どこだ？梅子。マロちゃんじゃない、梅子だったわ、もう。すぐ忘れる、マジで。もうこれタイムカプセルみたいな感じ？なんか注文してる。飲み物注文したんだ。何注文したの？飲みな？何？何を見つけたの？あ、トロフィー出た。すごいじゃん。これ。ありふれてるやつ見つけました。これ何これ？何注文したの？レモネード！さっきコーヒーも飲んで飲み物も飲んでて。ええやん。いいね。いたいた、僕の愛しの梅子。キャリアなんかしてるのかな？まだ。恋人関係なの？うちらって。そうだね。いつ恋人関係になったか覚えてないけど。うんたろ早く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 。梅子待ってるから。いつの間にか混んでたよねーってめっちゃ混むやん、ここ。めっちゃ混むやん、ここ。トイレ漏れそうみたいな。このスタジオにトイレないの？最悪、公衆トイレ行くしかないじゃん、これ。来た。やっと来た。ちびりそうだから、ちょびちょび歩いてくる。はい、やっとうんたろう来たんですけど、こんなところから会話するって、コミュ障かって。もうちょっと近づこう。もうちょっと近づこう。やばい、1時間後に仕事始まっちゃいますね。もうちょっと会話だけして、帰りますか。まあ、早い帰り方はもうマロちゃんに一回タゲ持ってって。早く。ここ狭いよ、いろいろ。この建物でデートは狭かったな。うまみたいな。そう。帰ろ。マロちゃんにコントロール切り替えまーす。で、うんたろうここに連れてきて、シャワーを浴びて、寝まーす。マロちゃん寝まーす。お仕事だからね、もううんたろうは。ファンレターとかかな。うん、ファンレター。開ける。あなたの一番のファンです。いつも見てます。よかったら携帯番号教えてください。やだよーって。あ、来ましたね。お、
しかもなんかスカウトで入っているので早いな。うんたろが進む道、スポーツ選手かボディービルダー。どうしようかな。悩むんだけどな。あー、悩むな。スポーツ選手かボディービルダーか。いや、別にボディービルダーは別にいいかな。スポーツ選手で行きたいと思います。いやー、マイナーリーガーになりました。イエス。最高。うんたろう寝まーす。待って、もったいないんですけど、これ、忘れてた、M。何これ。アイスクリームを、冷蔵庫に入れるの。もったいない。何食べようかなー。カップケーキ作ろうか。レッドベルベットカップケーキ、美味しそう。カップケーキもいいけど、スペシャルレシピはいいかな。これ。あ、ビーグル作る？あ、いいな、これ。これ、このクッキーにしよう。クッキー作ろうっと。来ました。バルちゃん、来ました。やばいな、もうどんどん近づいてるな。もうちょっとなんか若返りの薬的なのないの？ねえ。もうちょっと生きててほしいんだけど、アイム。やっぱあれすごいですね。ダイエットのアイスクリーム。みたいな、ほっそりしました。あ、そうだった。なんでマルちゃん太ったかなんとなく理解さし、あれでしょ。何あれでしょ。あれでしょ。あ、もうモデルやんなくていいから、みたいな。ダメだよ。マルちゃんはこう、スタイリッシュな感じでいてほしい。最後まで。何作ってんだっけ？あ、白黒クッキーをただいま制作中でございます。白黒クッキーの後は、あ、もうできるの？早いな。チーン。チーン。チーン。こうすごいですよね。ちゃんとここの見えるテクスチャーまでちゃんとこう、白黒してるっていう、この素晴らしさ。ザ・シムス4。ワイブが出るのが楽しみだって。酒と一緒に飲もうかな。酒と一緒に飲もうかな。この、盛られた料理作っとって。すごいね、クッキーとワインって合うんですかね？知らんけど。トイレして、うんたろうは。開く。朝から、ハンバーガーを食べながら、こう、じゃ、ビールはいらない。コーラを、ビールはいらない。あれだ。ビール、じゃ、コーラを飲むと。食べてる。食べてる？飲んでないよね。美味しそう、このクッキー。これなんか作ろうかな。ごちそう料理。バーベキューしようかな。なんか微妙だな。まるちゃんは、引き続き寝たいと思います。よく寝る。まあ、2個掛け持ちしてるんでね、仕事を。ハンバーガー食べて、飲む。ちょっとなんか見よう。映画見よう。楽しさあげたい。ちょっと待って、でもこの向きだと映画見れないよね。移動します。移動します。そうだ、仕事。11時間後に仕事がありまーす。ライバルを研究する。あ、これもしかしてスポーツを見るのかな？あるね。ライバル研究してこう。もうちょっと映画やめよう。映画はやめよう。オッケー、ライバル研究してこう。
あ、いいですね。ただいまライバルを研究しております。邪魔だな、このシムの頭のやつ。消すコマンドがあるんですけど、あえて消さないってやつ。すごいな、この女性。ダンクシュートがすごいね。あ、失敗した。はい、今回はですね、キリがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。じゃ、またねー。